生まれる前に、自分にどういう取引とかがあったのか、はわからない。王の権威を、やろう、その代わり。正義は勝つよ。敵は怪獣のような存在だ。ただちょっと面倒だ。恐竜って火を吹かないんだ。幼い頃、それが妙にショックだったのは思い出。そのつもりだったのかもしれないし、昭和の妙な空気の中では、漠然と妙なことを考えてもいた。やらなきゃいけないことがある。それは、果たして今、達成し得たか。テレビはオーガさんの表示装置とかした。紛争解決機構は、0プラスマイナスゼロの果てに実在し、それは問題ない帰結、それを世間に今、放送し続けてる。皇帝はどこだ？基本的にはいない。テレビの向こう、それは対戦ゲーム、その結果だ。私に勝利を、それは、無感情に否定か、頑張って、そんな返答で終わる。一つ、到達？